お世話になります。ひとりでございます。ポケモン初代から登場し、第二世代金銀におけるチャンピオンとして有名な渡るというトレーナーがいますよね。彼の使う代表的なポケモンは皆さんご存知、海竜。このポケモンは本来レベル55で白竜から進化するのに、金銀において渡るはレベル47、レベル50のバグとも言えるような個体を持っているんですよね。小学生当時、私は金銀をリアルタイムでやっていて、その絶対手に入らない低レベル海竜は激しい憧れの対象でした。その憧れが捨てきれないせいで、彼女いない歴イコール年齢という状態も捨てきれないくらいです。で、最近冠の雪原において海竜が登場しましたが、実は剣盾では以前からレイドで正規の仕様として低レベルの最終進化系のポケモンを捕まえることができます。バッジが少ないと捕獲できるポケモンのレベルに制限がありますが、クリア後の他の人のレイドには参加することができるんです。その際レイドでポケモンをゲットすると、バッジのレベル制限のためか最終進化系でもレベル20の状態でゲットできるんです。このことが脳裏をよぎり、私は低レベル海竜のことが頭から離れず眠れなくなりました。ということで今回は渡るの低レベル海竜を再現していきたいと思います。はい、じゃあバッチ0個でですね、 Y ボタンが使えるような状態まで来たらもう普通にレイドできますので、ワイルドエリアに行かなくてもできるんですよね。なので早速やっていきたいと思います。はい、もうすでに別のソフトで海竜ちゃんともう出しときましたので、あとはこれで X ボタンを押してここに参加していくだけですね。はい、じゃあ参加していきましょう。よし、これでできちゃうんですよね。だからもともとこの仕様自体結構おかしな話ですよっていう話なんですけど、私のトレーナーの名前渡るにしときましたのでしかもなんかあの写真自体渡るっぽいし、行きましょう。よし、行きましょう。海竜来ましたね。ただこのヒバニーできちゃいましたからちょっとこいつで勝てるかは分かんないっすね。ちゃんとこれで勝てなかったら調整したいと思います。こいつはとりあえずいりゃいいかみたいな。はい、ヒヒダルマが何と言ってもいますからね。こいつ行ったら倒せんじゃねえかなって風に思ってるんですけど、どうなんですかね。ちょっと分かんない。あ、バワリア4つなの、星5で少な。電光石火で割っていくヒバニー活躍するっていうすげえな。で、ダイアイスで持ってく。いや、結構厳しいかな。大丈夫かな。電光石火。なんならヒバニーの方がソルロックより活躍してるわ。で、またダイアイスとまた同じ光景みたいな感じになっちゃってますけど、行きましょう。オッケーオッケー。コスモパワーやりやがって。お前、ヒバニーの方がマジで活躍してる。結局ヒバニー生き残ってた最後まで。しかも最後のバリア割るっていう。強いわ。はい、これで終わりましたね。なんとか倒すことはできましたね。あとゲットするだけですが、ちょっと確率は下がってると思いますので、まあ、ゲットできるだろうか。しかもモンスターボールで。いや、頼む。無理か？あ、無理か。ちょっと厳しいかな、モンスターボールじゃ。で、いきなりこんなね、XL とかもらえるっていう、ダイマックスアーメとか、マックス鉱石も。ラッキーすぎだろ、これ。この仕様自体ちょっとおかしいだろ、っつう話なんですけども。ちょっと経験飴でレベル上げときましょうか。46まで上がったわ。で、進化していく。で、まだ経験飴 L3 個あるんで、これも上げちゃいましょう。OK、進化していく。やっぱ、この仕様自体もちょっともともとやばいと思う。別にゲットできる、できないに関わらず。ちょっと厳しそうなんで、ボール交換しましょうか。はい、これでダークボール一応ね、3つ輸入しときました。とりあえずね、これでいいんじゃん。3回のうちには捕まえられるでしょ、さすがに。行きましょう。さすがに頼むよ。はい、また倒せましたね。けどまた、エースバーン生き残ってるし。ダークボールで行きましょう。頼む、来てくれ。あー、無理か。きついな。つかさっき動画見てて気づいたんですけど、海竜、モンスターボールに入ってるっぽいっすね。渡るのやつ。金銀自体は多分、ボールの判定とか多分ないと思いますけど、ブラックホワイト2とかでも出てきて、その動画見たら完全にモンスターボールに入ってましたので、モンスターボールで捕まえなきゃ意味ないんだ。だからモンスターボールで捕まえてきますね。よし、来てくれよ。いやー、無理か。すぐ出てきちゃうな。こらきつそうだな。よし、また行こう。頼む、来てくれ。よし、来た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 。あー、無理か。無理だなこれ。よし、行くぞ。オッケー、来た。頼む、来てくれ。オッケー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 、くる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 、オッケー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 、3回回った、初めて回った、初めて回った、オッケーオッケー、きたきたきた、しっしゃっしゃっ、うつしゃ。いや、私何やってんねん。おしゃぼ源泉じゃなくてモンボ源泉っていうね。このためにめっちゃ時間かかったわ。ふざけんなよ。もっと早く終わる予定だったのに。てか意外と捕まえれたし、モンスターボールでも。はい、じゃあチェケラしていきましょう。来た、20レベル海竜来ました。これは嬉しいね。はい、ちゃんと私がめちゃめちゃ頑張ってモンスターボールにねじ込みましたよ。
海流レベル20の親渡るでございます。これはもともと渡るにしといたんでね、当然なんですが、で特性マルチスケール HP が満タンの時に受けるダメージが少なくなるっていう感じで、で技は激励に叩きつけるアクアテールドラゴンダイブっていうことね。まあこれはまあ定番的なやつかで、やんちゃな性格でまあまあまあいいよ。はい、まあそんな感じでございます。でこの海流もっとね渡るに近づけたいと思いますので、一旦ね別のロームに移してそっちでねいろいろ調整したいと思います。よし、じゃあ交換して、先ほどのモンスターボール海流こんな厳選したの初めて、海流を持ってきました。よし、じゃあこっからは海流を私が一番大好きなね金銀の渡るを参考にしてね、それ作りたいと思います。ウィキペディア等にね技名とか載っておりますので、それ参考にして全部やっていきます。まずは技を思い出すで、この海流、選んでいきましょう。ちなみに 5V だったしね今。まず竜巻覚えてるんですよね。竜巻覚えてるので竜巻覚えさせましょう。覚えさせると、ちなみに激流覚えてないんすね。あと電磁波ですね。これやられた記憶あるわ、なんとなく電磁波。じゃああとはバックから、あと技マシーンでいきましょう。オッケー、破壊光線ですね。破壊光線覚えさせていきましょう。どれかな、アクアテイル。もうアクアテイルなんかなかったでしょその時代、金銀の時に。私知らないもんだってその技、そんなに。よし、破壊光線覚えた。ラスト1個、まあラスト1個はそのポケモンによって違うんすよね。渡るの海流って3体いて、レベル47が2体でレベル50が1体なんですけど、その3体で雷、吹雪、大文字っていう感じで覚えてるやつが違うんすよね。で今回私は雷かな。まあ特にそんなに理由はないんですけど、なんか吹雪より雷のが好きかなっていう。で一番なるべくレベル低いのにしたいかなって思うんで、雷覚えさせていきます。大文字はね50レベルのやつなんで、よし、これでドラゴンダイブ忘れさせていきましょう。1、2のポカン。はい、これで、雷覚えました。技完了しました。これであとレベルですね。レベル47にしたいので、これで上げていきましょう。まず25上げて45、忘れさせない。アクアテール、ほんとさっき忘れさせた技だね。ドラゴンダイブもいらん。これであと2個だね。はい、46。神秘の守りいらない、いらない。でラスト1個、オッケー、これで来ましたね。47回流見ていきましょう。来ましたよ、来ました。わざわざモンスターボールに入れた海流レベル47、親渡るでございます。これは嬉しいね。でそれで技については、竜巻、電磁波、破壊光線、雷そうそうたる懐かしい技でございます。これは涙が出てくる人もいるんじゃないでしょうか。いやー、これ確かに竜巻やられた記憶あるわ。で破壊光線やられて、私ガンガン世代ですからね。いやこれは感動しますわ。はい、じゃあ渡るの海流使っていきましょうか。いいね、ここでもちょっとレベル的に勝てねえかもしんねえ。こいつらちょっと強えやつばっかだから、いけるかこれ、いけるか、行ってみよう、いきゃ。はい、どうも、レッドのカビゴンじゃんこいつ多分すごい対決だ。65レベルじゃん。うわ、きついねこれ。はい、じゃあ行きましょう。まず何やろか。まず電磁波やろっか。電磁波電磁波いけ、電磁波、はい、来まして、アームハンマーやられていくが大丈夫。やっぱ強えな、普通に強いわ、ちゃんとやれそう。竜巻とか威力40かよ弱え。破壊光線いいね、強いね。雷だよな、だって破壊光線タイプ1すらではないよね、そもそも。うわ、雷外れたし。いや、タイプ1技が竜巻しかないっていう地獄ねかわいそすぎだろ。雷で倒してやる。当たらねえ、腹太鼓やってきた。うわ、きっちい、やばくねこれ、殺されるぞ。うわ、雷3回当たらないっていうね、ひどいなこれ。雷、おっとけ。いや全然食らねえし、ギガインパクト、やべえ、腹太鼓のギガインパクトやられたダメだ、勝てねえいやー終わったわ、クスネになっちゃったつか、ウィキペディア見てたら一つ重大な結果に気づきましたね。まずそもそも渡るの低レベル海流って一応当時特性なかったんですよね。なのでその時点でそこは再現できてないと。まあでもそれはしょうがないとして、ただその後にハートゴールド、ソウルシルバーとかブラックホワイト2でも登場してるんですよね、渡るの海流って。でそいつら確かレベルは高かったんかな、ちょっとよくわかんないけど、まあ、とにかく特性は精神力で出てるんですよね。なのでおそらく昔の海流も精神力設定であろうことが予想されるわけですね。で
多分冠雪原では紫の柱だと夢特性は確定で出るらしくてですね、どうやら海竜は紫の柱以外では出ないらしいので、つまりレイドさんの通常特性の海竜って捕まえられないんですよね。幸か不幸かっていう感じですけど、なので厳密に言えば渡るの海竜は作成不可能ということでございます。ちょっと期待させてしまってごめんなさい。でもモンボ厳選頑張ったんで許してください。でも私考えたんですけど、多分これってゲームフリークの人が渡るの海竜が剣盾に行かないように、そうか、遺留したのか。